やる前が82。ああ、測定です。やった後が75。お腹が出てしまうことで、実は反り腰になったり、猫背になる、腰痛を引き起こしたり、体幹がどんどん弱ってしまって足だけ痩せない。お腹が出ると正直いいことが全くないんです。腹筋は辛いんです。そういった方にぴったりなアームロックを紹介します。7センチ、私でも引っ込みました。座ったままでお腹を引っ込めるだけです。お腹を引っ込めるためには、お腹の奥に力を入れる。腰を丸めて、お腹をへこませる。この二つがポイントになります。寝た状態で、まずは膝を抱えて、腰をストレッチしてから行います。行きましょう。スタート。腰が硬いとどうしてもお腹引っ込まないです。しっかりウォームアップを行って、効果的にね、お腹を引っ込めていきましょう。しっかり膝を抱えて腰を伸ばしてください。OK、 足を肩幅に広げましょう。これで腰を振る感じでお腹をへこませてみてください。いきましょう。あとふっふっとおへその穴を上向けるイメージで腰を振ります。こういう感じです。キュッキュッと締める感じです。はい、 OK。 次は片足ずつ前のもも、いわゆる腸腰筋をストレッチしていきます。こういう感じです。手でスマホ持ってていいです。いきましょう。スタート。ここが硬くなってしまうとどうしても骨盤が前に倒れてしまうんで、お腹に力がね入りにくくなります。やっぱり反り腰の人はお腹が出てしまうので、しっかりね伸ばしてください。あんまり無理に伸ばすとね、次の日痛くなるんで、軽くでいいです。違和感あれば伸びてます。OK。反対も一緒です。いきましょう。スタート。こうやって見ながらするとね、バランス取る練習にもなるんでおすすめです。これでもね、しっかりね、胸を張ると、胸のストレッチとね、肩甲骨剥がしにもね、効果的です。ウォームアップをやらないとね、お腹ってね効果的に動かないんで、しっかりやっていきましょう。 OK。 それではアームロックやっていきましょう。まずは手を前で組みます。手を前に伸ばして背中を丸めながらお腹を引っ込めていきましょう。スタート。お腹引っ込めとくのもねすごく力がいるんで、もし疲れたらね一回出してもいいです。またすぐぐーっと引っ込めましょう。手を遠くに伸ばしながらお腹を引っ込めます。今日できるだけ長く吐きましょう。OK。 今度は少し横にひねったままで引っ込めていきます。手を伸ばしたままです。あんまり無理にねひねらなくてもいいです。両肘が伸びた状態が保てれるところまで体を回してぐーっと引っ込めましょう。これでね腹斜筋を使うことができてます。お腹しっかり引っ込めたら腹横筋が使えれるんで、しっかりねお腹を引っ込めることが保てられます。はい、今度は反対いきましょう。スタート。奥に伸ばす感じでお腹を引っ込めて、お腹引っ込むときのね感覚わからないよって人はね、グッ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 とお腹を引っ込めていくとわかりやすいです。
引っ込めて頑張って。オッケー。ちょっと肩がねだるくなったと思うんで、一回肩の上げ下げしましょう。よいしょ。ぐーっと上げたら落とす。こういったエクササイズっていうのはターゲットの筋肉があるんですが、そこを使うために他の筋肉も使わなきゃいけないんで、ターゲットよりも先にね他の筋肉がだるくなったりすると、一回このようにねインターバルを置いてやっていきましょう。 OK。 今度は真上です。高く手を伸ばしながらお腹を引っ込めましょう。やろう。あんまりね顔が前に出ないように、できればまっすぐぐーっとお腹をね上に引っ張りながら、手前に引っ張りながら引っ込めたままキープ。OK。 斜め下に引っ張っていきましょう。お腹はぐーっと引っ込めます。あといろんな角度でねお腹を引っ込める練習することで、日常的に引っ込んだ姿勢を作れます。お腹がねぺったんこの人も出してよって言ったら出ます。引っ込めることが難しくないからね皆さん引っ込んでます。お腹が出てしまう人もね引っ込める力つけば引っ込みますんで、毎日続けてください。よっしゃー。今度は膝立ちです。手を前で組んで伸ばしながら右左動かしましょう。あとお腹を引っ込めたまま、今度はね引っ込めたままひねってるんでめちゃくちゃ効果的です。ぐーっと引っ込めて、息止めないようにね。OK。 毎日続けていけば息を吐く力がついて腹横筋が鍛えられます。続けてみてください。やった人はコメントください。